医療大麻が有効な症状や病気の幅は広く、数多くの病気に対して効果があると言われています。日系アメリカ人のトッド・ミクリアイ氏によると、約250種の疾病に効果があるとされている。彼はその根拠となる使用記録を集積し、カリフォルニアでの医療大麻合法化に多大な貢献をし、医療大麻運動の父と呼ばれた。トッド・ミクリア医師は日系人で、1960年代医師として国立精神病センターで乱用薬物としての大麻の研究を行っていた。彼は1972年にマリファナ・メディカル・ペーパーという書籍を出版し、体制に反旗を翻します。1930年代の規制以前、大麻が医薬品として幅広く使用されていたという忘れられた歴史を再発見したこの本は、その後のアメリカでの医療大麻合法化運動におけるバイブルとなりました。その後、1977年カーター大統領はカーター教書をまとめ、大麻1オンス以下の所持の実刑を廃止、罰金刑のみとした。規範罪化された。カリフォルニア州では多くの市民が気軽に大麻をたしなんでいたが、1980年代になり、エイズが大流行した。エイズ患者の中には大麻をたしなんでいた者もおり、エイズの症状の緩和、食欲不振、不安の軽減などに大麻が効果的との噂が広まり、多くの疾病にも大麻が試された。多くの患者さんが大麻を試してみた結果、症状が大幅に緩和されたという証言が集まり、またそれらの患者さんに重篤な副作用が発生していない現実があった。トッド・ミクリア医師は、大麻販売クラブの3万8000件の臨床例、また自分の診療所の患者8500人の症例からデータを取り、250種もの疾病に大麻が有効だと認定した。トッド・ミクリア医師らの尽力により医療大麻が認知され、カリフォルニア州では医療大麻合法化法案が提出され、1996年アメリカで初めて医療大麻が合法化された。アメリカの医療大麻合法化の歴史は、トッド・ミクリア医師による初期の臨床基礎研究の結果によるところが大きい。その後、医療大麻の確かな効能、副作用の少なさが全米で認知され、各州で医療大麻合法化法案が住民投票により可決されている。ミクリアという姓が示す通り、彼のルーツは日本にあります。日本人の父とドイツ人の母の間に生まれた彼は、第二次世界大戦の影響で激しい人種差別にさらされました。その経験が後に大麻規制に反対する反骨心の源になったと彼は語っています。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。